皆さんごきげんよう、ラバルルでございます。いや、久しぶりにですね、アメトラ開いたと思いましたら、前回紹介いたしましたアメリカンバスドライバーをやっていきたいと思います。早速なんですけどもね、はい。で、私が今いますのは、メキシコでございます。前回ご紹介しました、プロモッド一発で入れるっていうモッドを入れたまんま、バスシミュレーターで、アメリカンバスシミュレーターも入れまして、こちらのメキシコに来ているということになっております。で、こちらでですね、早速なんですけども、乗客を一発目運んでみたいと思っております。はい、これでいいか。なんかものすごい峠道だね、これね。もうせっかくなんで行ったことないとこ行きたい。あ、これいいね、近いし。お試しで一発行ってみましょう。 Here we go。いやー、お姉さんの声も久しぶり。待って、 OK。 ここ開くんじゃない？開いた。 okay, 間違ってるんではございません、お姉さん。 Ready to turn。 マジで言ってんの？これ、お姉さん、マジでライトからいけんじゃない？いけなさそうか。まあいいや。では。行くよ。いやー、ちょっとアメトラ久しぶりで、なおかつバスっていうね。あー、ありがとうございます。バスタング。よいしょ。おーっと、すごい路中。さすがメキシコ。さすがのメキシコですね。細い。ジーザスマリアかな、多分いるのね。一回来たことありますよね、これ。はい、と、こちらをじゃあ、左に曲がると。これ、あれですな。カチカチ言わないですね、ウィンカー。ストレートじゃないでしょ。こっちでしょ。はい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 。ちょっと待って、ちょっと待って。はい。お客さん乗せるのに98マイルもあんのかい？あ、デロリアンがある。久しぶり。いやー、でも綺麗ですな。で、やっぱメキシコはメキシコですな、やっぱり。ザ・メキシコですね。よいしょ。石畳と。いや、いいですなぁ。エンジンとかノーマルですけども、こちらのね、メキシコの、この激しい道についていけるかと。ちょっとそこら辺がね、心配なところではございますけども、大丈夫かなと。さてね、いやー、綺麗だね。やっぱメキシコはね、ほんとね、これ多分レフォルマなんですよ。レフォルマのマップが合体してついてるんだと思うんですよ。なんで、だからこのクオリティなんですよね。あれだな、俺サイドにさ、カーテンつけちゃったのよ、多分。構成カスタマイズの時に。で、あれなんですよね、室内が若干暗く見えてしまってるかもしれません。ここはちょっと申し訳ない。で、あとあれだな、これちょっとブルーム強すぎるね。ちょっとお待ちください。よいしょ。ブルームをちょっと抑えましょうか。OK。 今ブルームのレベルを2に下げました。だいぶ見やすくなったんではないでしょうか。いや、いいですな。
こうやってね、ちょこちょこやりつつ、プレイしつつ、リシェードの方もね、カスタマイズしていくと。ええー、ところがぶんない。ぶつかったね、今。ごめんなさいね。さて。まあでも、まったりですな、ほんとに。まったりと、やっていきましょう。バックカメラとかね、ついてる、やつあったじゃないですか。ユーロパスシュミレーターの方に。あれとか使いたいっすよね、これ。あれ使えたら便利なんですけどね。まあ、前回ね、バス、アメリカンバスドライバーの、もっと紹介した時もそうですけども、やはりバスの種類が少ないんですよね。なんで、そこら辺のバスのちょっともっとつものをね、まあ、開拓していきたい。まあ、ちょっとね、今、観光バスやっておりますけども、まあちょっと、メキシカンなバスっていうのもね、ちょっと見つけたので、メキシコ走るときはね、そっちのメキシカンのバスでもいいかもしれません。てか、バスすごいね、馬力が。乗客乗せてないからかな、俺。多分乗客乗せたらさすがにこんなにスムーズにいかないでしょ。ねえ。いやーでも綺麗ですなー、峠。フォルツァ・ホライゾンの5みたいになってんじゃないの。すごい。これはすごいですよ。よいしょ。いやーすごいなーこれ。いやー綺麗ですなー。良き。良きですよ。だいぶいい感じ。ちょっとね、これ、荷受けするまで、お客さん乗車させるまでは、飛ばしてね、いつも、これ、私、喋ってるけどね。いつもね、パーンって最初飛ばしたりとかしますけど、喋ってるんですよ。私、ちゃんと喋ってるんですけども、練習の時に、まあいいかっつって、乗客乗せるところまでスポーンって飛ばすんですよね、カット。普段も喋ってるんですよ、こうやって。だけど今回はね、やっぱりこれ景色が綺麗なので、まあこれ使っていってもありなのかもしれませんよ。で、今編集している私に言っております。使ってもいいんじゃないのってね。これはだって綺麗だからね。いや、いいわ。すごいいい意味。いつもだから100マイルぐらいね、いい感じのペースでっていうことで、今だから、乗客乗せるところまで1本、乗客運ぶので1本、っていうのでもいいかもしれませんね。うん。まあ大体ね、私こうやってバス、まあトラック、大体ゲームのね、こちらの番組っていうものを大体約20分で作れるようにと思ってね、やっておりますけども、やっぱね、それぐらいの長さの方が見やすいのよ、多分。20分ぐらいだったらね、ペロペロっと見て、ずっと同じ動画をね、見続けるっつうのもやっぱね、飛ばすね、バス。いや、すごいなぁ。あ、危なぁ、今、固まったかと思った。びっくりしたわー。でも、私、これ本当に一発目なんで、拡張モッド入れて、運転するのね。なんで、ちょっと本当に何が起こるかわかりませんので、そちらの方もね、ちょっと皆さん楽しみに、検証としてね、見ていただければなと思うわけですよ。はい。すごいわ。
メリカンバスシミュレーターとユーロバスシミュレーターってね、バス2本立てでやっておりますけどもね。んでまたね、あれだからね、これに関して言うとトラック入ってきますから、そらもうね、盛りだくさん、めちゃめちゃ盛りだくさんですね。まあケントワスもね、あのオプティマスのスキンからまたカスタムしまして、ケントワスかっこよくねしましたんで、ちょっとね今あのレッカーアメリカンね、あの ATS でアメトラでレッカーのお仕事今やろうかななんて思って、レッカー車入れるところまで行ったんですよ。ただあのその後ね、レッカーのお仕事がね、もっと入れてるんだけども、1.44 だと起動しないと。なぜか起動しないと。いうのがありますので、まあ、そこはね、ちょっと、なんでしょうね。なんでしょうね。レッカーのお仕事ね。ユートラだとね、結構スムーズに、レッカーの仕事をできるんですけども、アメトラだとそうはいかないと。なんで待ちでございます。まあそこら辺のね、もっと出てきましたら I'm right. おっとスピードバンプ Thank you。 でもこれあれなんですよね、サスペンションめっちゃ柔らかいからか、トラックと違って普通に、お、ちょっとあれじゃない、ビューポイントじゃないですか。ちょっとビューポイント見ていきましょうか、せっかくなんで。珍しくない？はいと。OK。 ああ綺麗、渓谷かな。ああ、なんかすごいね、見れるようになってるね、歩道みたいになってんじゃないな。あーでもこれあれだ、フォルツァ・ホライゾンとかでよく出てくるところじゃないこれ。あら。すごい。あ、短いね。短かったけども。まあ、ビューポイント制覇と。いいよ、いいしょ。はーいと。ちょっと、あれですね。写真でも撮っていこうかな、じゃあせっかくなんで。あー素晴らしいね。いやー、いいサムネが撮れましたな。なんかここ来た覚えがあるんだよね、アメトラで普通に来たような記憶がある。よいしょ。いや、いいなぁ。よいしょ。いや、すごいね。峠道だね、ほんとの。いやー、これは取れ高じゃないの？バスで。こんな、峠道を、走るなんて。めったにないよね。これ、あの、ペルーデスロード編に近いですよ、これ。おーっと、すごい。はいはい。いやー、素晴らしい。いやー、いいね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 。よいしょ。はーいと。え、OK。いや、これいいですな。これでもあれだな。バス版はバス版であれですね。一個作ってもいいかもしれません。私も作ろうかな、これ。あの、前回ね、あの、紹介しました時に、プロフィール、既存のプロフィールに私これ入れたんですけども、あれですね、もっとちょっといろいろ、試行錯誤しながら、K
軽量化してもっとね入れてもいいかもしれません。あのなぜかというとあのトラックのモッドが入ってるとさすがにやっぱ重いんですよ。なのであのモッドを減らすという意味で新規プロフィール打ってバス専用で入れると。でまああとバスやりたい時にねあのプロフィール変えれば OK ですけど、このまま1個だとねあのトラックちゃんと降りてバス乗り換えてでなおかつトレーラーつけなきゃいけないというのが多分ちょっと面倒だと思いますので、まあそういうやり方でもいいのかもしれませんね。うん、そうしましょう。いやーでも楽しいなーこれ。アメトラは私プロフィール1個なんで、まあ作ったとしても2個なんですよ。なんでもう全然何の問題もなくいけちゃうと。いやほんといいなこれ、ほんとにおすすめで、ちゃんとさあれなんですよね。まあさっきじゃねえあのご紹介ね、あの入れる時のご紹介でありましたけど、ピンって緑色になるんですよね。ちゃんと全くバグなく、そこがすごいね。ユーロバスシミュレーターと何が違うのかよく分かりませんけど、バスターミナルがないってことぐらいじゃない。トレーラーつけるの一緒ですからねあれ。なのでまあそういうところを含めてすごいですよね。はい、はい、着きましたよ。誰乗せるんでしょうね。さいね、はい、オマットさんでございます。ご紹介した時は IT ね、エンジニアって書いてあったけど、はい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 、ん、あーちょっと待って、終わっちゃったんじゃないの。これにしましょう。リーチワーカーズ、リサーチワーカーズか、調べる人たち、何をリサーチするのかわかんないけど、リサーチワーカーの人たちをじゃあ積んでいきますよ。このままいけるんじゃないの。これちょっとあれですね、白い線が見えにくいのがほんまに傷ですね。でもこれに関して言うと全く見えなくない。あ、見える、影が見えますね。そしてこれ逆じゃないの。あ、間違ったわ、逆ですなこれ。しかも入れらんないんじゃないのこれ。バックで入れろってこと。はい、となんとかバックで入れられてると思いますけども、どうなんでしょうこれ。超むずい。はいと、あーピンってなんないね、ずれてんのかな。まあまたあれですね、あの場所によってっていうのあるかもしれません。あーもうこれ以上下がれないんだ、多分もうちょっと下がらなきゃいけないんですよね。今回に関して言うと多分後ろに木があって下がれないので多分緑色にならないって感じだと思います。まあこんな時は普通にエンター押しちゃいましょう。しょうがない。 OK、 積み込みが完了しましたね。そうしましたらまあ次この乗客をちょっと乗せて目的地に向かっていきたいと思います。ちょっとまあ残念ながらね、今回でもこれ場所だと思うんですよね、後ろに木があるんで。それがまあ解決できればいいのかなと思います。はい。まあ降ろせるときにね、ちょっと初めて降ろしていきたいと思いますんで、次も皆さん楽しみにしていただけたらなと思います。はい。ということで皆さんね、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。それでは皆さんね、また次のラバちゃんのアメリカンバスシミュレーターでお会いいたしましょう。じゃあみんな。愛してるぜ。